AMD65 はね、右クリの精度がね、こういう風にいいです。非常に。もう頭入れちゃってますよ。これガンガン、ガンガン入れてますよ。はい。カモーナウって感じですね。もう頭めっちゃ入るね。はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、いとっちゃんでございます。さあ今回ですね、 AMD65、読めない、クヨーモンっていうのこれちょっと読めない、だから90年のね、サービスで使えたところ、多分2017年くらいの武器なんではないでしょうか。90年なので、まあ多くの戦国武将が、カモンとした、クヨーモン後で調べておきます。モチーフとしております。というわけでこれ系統のね、武器一式もらってたので、ガンガンやっていこうかなと思います。さあここでやっていくわけなんですけども、AMD65 はね、右クリの精度がね、こういう風にいいです。非常に。もう頭入れちゃってますよ。これガンガン、ガンガン入れてますよ。はい。カモーナウって感じですね。もう頭めっちゃ入るね。まあでも、ぶっちゃけ使わなくていいんですけどね。正直使わなくていいです。これで使ってもそんないいことないんで、あんまおすすめしません。で、リロードは早いので、こういう風に間に合います。これが非常に、強い。お、こんにちは。で、こいつのいいところは右クリックしても電車も落ちない、集団も落ちないっていうのが非常にいい。なので、まあ正直右クリック好きな人はガンガン使っていっていいと思います。めちゃめちゃ頭入れてんな。めちゃめちゃ頭入るな、これね。あ、見やすいしね、好きな人は好きだろうね、これね。ただね、画面16対9だと画面ブレがすごいな。4対3の人だったらいいかもしれんね。まあでも一応ね、結構使いやすい方ではあると思います。じゃあ右クリ最強でしょ、この武器が。多分一番使いやすくて一番いいと思いますよ。どんな武器の中で、いろんな武器の中で右クリ使える武器いろいろありますけど、そっちが一番いいんじゃないでしょうか。じゃあアップグレードキットが入ってるんで、一応強くはなってます。てかリロード早いってマジいいよな。うん、攻撃力も高いんで、一定の距離があれば頭一撃で SR もワンパンで落とせれますね。AMD65 が最強と言われて、最強というかめちゃくちゃ強いよねって言われてた時代が2012年の頃なので、まあその頃から比べるとね、まあなんかそれをこの時のまあ勢いとか考えてみると、まあ AMD65 今どうかって言われると、まあまあ別にそんなんでもないっすよっていう、まあ好きな人が使ってんじゃないですかぐらいの勢いなんですけども、僕はねほぼいいね、好きですよ。やっぱ機動力がねすごくいい、この武器。なんか機動面に全振りしたような武器なので、俺を使ってて面白いと思いますよ。だからコンセプトがしっかりしてる。リロードとか起動、あの移動とか移動リロード、そういうのを早くできる、早くした機動面に特化した武器って感じですごくいいと思います。 SKS もその点で考えると、まあ似たような武器だなと思うんですけど、 SKS はね、あのリロード別に速いかって言われると別にそう速くないんで、なんでまあそんなでもないかなと。味方が撃たれたわ。一応 SKS99 なんですけどね、 99.9、 あれはすごいなと思います。これ頭入れてもな、一撃で死ねないかな。相手 SR が多いんでね、ガンガン頭に入れていきたいですね。こんにちは。あー、死んじゃ、いや死なないですね、やっぱ8割カットぐらいかな。もうちょっとね、まあ攻撃、これでもこの武器攻撃上げちゃうとね、多分ぶっ壊れ武器になるんで、まあ、これぐらいがちょうどいいのかなと思います。まあ、上げるなら集団。間違いなく集団。おすげえいい。さあ、やっていきましょう。一応調べてみたらね、クヨモンでした。はい。クヨモンで合ってました。昔のね、カモンということで、まあ説明欄にも書かれてましたけど。まあ、使うところは使うで、使わないところは使わないでいいのかな。
おお、ナイス。あそこにいるね。手榴弾投擲。どこでやられたんだろう。ああ、いるんだね、あっちに。素晴らしい。まだあっちにいそう。さあ、この字最後まで守っております、私。いやー、あっちかな。この正義に。あ、いるね。お、ナイス。リロード。この初段精度上げてほしい。ほら、ブレるっしょ、あんまり。右クリシアあれだけど、ほら、こんな感じでブレるからもうちょっと上げてほしい、初段精度。タップが強い武器だといいだろうなと思う。結構多めかな敵。まあ一人でねここ守るってめちゃくちゃ難しいけど、まあ、頑張りますよ。いや、いるわ後ろ。これやべ、マウスが危ねえ。紐がうまくしまった。いやあ、ダメだった。ただやってくれるでしょう。ナイス。別に AMD 強い遺伝子なわけじゃないんですけどね、この字が強いってだけだ。最近マジで無線のマウスが欲しいです。紐がねコードに引っかかる。手榴弾を避けて。オーマイガー。いやー、なるほどなるほどって感じで素晴らしい。今のね、爆破ならで、クイマ爆破ならではの敵の味方のグレネードを投げてそこに突っ込むっていうクイマ爆破ならでのやり方、あっぱれでした。だがしかし次やらせない。リロード。大丈夫かな。ちょっとヘルスがきつい。やめましょう。2発ですね、これ。武器によって1発です。あるかなと思ったけど、センター上がりなかったっすね。はてさて、敵はどこ行ったんでしょうか。目標地点の偵察を要請する。もう分からんよねこれ。一応見とくか、こっちで。もう後ろから死んだらもうドンマイということで割り切っていきましょう。中の子すれ違いでいましたパターンは。この正義に最後の引き金を。お、正解だった。ぶん投げてて。目標地点の偵察を要請する。
なんかおかしいんだよな。あ、来たか、ようやく。あ、うまい。俺が解除する、俺が解除する。 AMD 強いって聞かれたんですけど、ちょっと強いな、ちょっと強い、正確には。爆弾の次元装置が解除された。作戦時間終了。ちょっとね。おすすめしない。 AN の方がいい。まあ、ただね、機動力に特化した武器だから、そこはすごい、やっぱね、あと ボタン貫通30だから、ああいう少し、ああいう時少し削れる。だから UAV しちゃおうかな、さっさと。UAV すれば、万事解決だから。あ、やべ、いねえと思ってた、ごめん、やっちまった。さあもうね、これはほぼほぼ勝ち確設置でございますね。ナイス、あと10秒。はい、ナイス。さあラスト1が見えないぞ、どこだ。おというわけで、勝ち、ありがとうございます。AMD の6号、クヨーモンって言うのはちょっと、クヨーモンですね。はい、こちらをね、使っていきました。やっぱりクヨーモンの AMD はね、非常に、まあ、普通のアクタレスと変わんないんですけども、非常にね、やっぱりその前の AMD と比べるとアップグレードキットがあるおかげで、だいぶ敵が溶かしやすくなっております。ね、連射攻撃上がってるおかげで、全体的な火力は上がってるということで。で、なおかつね、2発、増えてることによって、これいいですね。相談数2発、すごい相性いい。組み合わせだと思いますね。普通の武器はね、まあただ単に2発上がったとかなんですけど、バテナイフとかだと2発上がるとね、それで1人倒せるチャンスが増えるわけですけども、こういうアサルトナイフとかだとね、あまり2発上がったところでって感じなんですけど、やっぱりこいつだと少しでも多く、長く1回の戦闘で多く撃てるっていうことは、こいつ機動力がいいので、機動力と弾数が多いと、まあすぐに、次に行けるっていう機動力を持ってて、なおかつ1回の戦闘で長く戦えるっていうのはすごくね、強みになるんじゃないかなと思います。で、形もいい、右クリも強いね、どっちもね、自由に使えるっていう面白い武器だなと思いますね。僕的にはね、この武器に、まあなんかスコープでもね、つけれるようにしてあげたらいいんじゃないかなと思います。そういうのがなんか好きっていう人もいそうですよね。なんかつけて戦うの好きみたいな。わかんないですけど、実際の AMD にはそういうのつけないみたいなのあったらあれなんですけど、なんかね、アイアンサイトじゃなくて、普通にこう、なんか何でもいいんで、なんか適当なサイト、好きなのつけれるようだったら面白いんじゃないかななんて思ったりもします。というわけで、今回ここまでになります。お疲れ様です。